ここでは tplot 変数のリスト及びその内容の参照方法をご紹介します。そこで使うのは tplotnames と print-info と呼ばれるもので、では実際に入力していってみます。tplotnames と入力すると、これまでに読み込まれた tplot 変数名のリストよりその番号が表示されます。次に、ある tplot 変数に関して、tplot, print, ィ i n フォを行うと、このように、そのデータのえーと配列の大きさが出てきます。ここで x と書いてあるのは、 時刻の列に関するものです。y はデータそのものに関するもので、ここでは3次元の磁場データであるため、時刻の、えー、配列数と、えー、3成分の3の、えー、配列となっています。次に、えー、tplotNames の別の使い方に関しても見ていきます。 ここではバーボーズというキーワードを入力しますするとこのように含まれているメタデータすべてを表示することができますルールオブザロードに関しての超説明しますがここでは えー、非常に長いので省略されすべては出てきません。また、ここのように文字列で入力することもできますし、番号で入力することもでき、またキーワードは部分一致でも判定され、えー、適用されます。同様にメタデータを表示することができます。 メタデータの中で特に注意していただきたいのは、ルールズオブザロードと呼ばれる、その記事ごとに関する注意点のようなものです。これは CDF 中のメタデータを見ることによっても表示させれますし、また、ウィキページであったり、ロードプロシージャーを回したときに最後の方に表示される、さすこともできます。ぜひこの内容をご確認いただいて、 その内容に従っていただければと思います。また、データの解析中に、データの中身に関して何かおかしいことが見つかったといったことがあれば、PI にご連絡いただければ幸いです。データを可視化する方法について見ていきます。データの可視化には、tplot コマンドというものを使います。基本的な使い方は tplot, tplot、えー、変数名という使い方になります。二つの、えー、プロットを並べたいときは、二、えー、つの tplot 変数の名前を並べて配列にして入力します。また、えー、このような文字列の名前だけじゃなくて、番号のインデックスでも指定することができ、こちらも同様に二つ並べれば、二つ表示させることができます。また、えー、ワイルドカードを用いて、えー、このように L2Mag8Sec 以下のえ何らかの文字列があれば、該当するものをプロットということも可能です。では実際に見ていきます。t プロット、えー、t プロット変数、1個の t プロット変数とすると、このように1個のパネルのプロットが表示されます。 2つ並べると、このように2つ並んだプロットが表示させることができます。番号でも同様に可能で、2つ並べると2つ出てきます。また、ワイルドカードで指定すると、この今ワイルドカードになっているところは座標形が入っているところなので、 えっと、それぞれの座標形に関するプロットが4つ表示されれば成功です。t プロットによるプロットの見た目というのはオプションズという関数を使って変更することが可能です。使い方としてはオプションズの後、その t ー o t e 名および設定の変更内容を並べていきます。えっ、ー、と、ここで一例として、 MGF のデータの GSE 座標形のものを、えー、このように、えー、ラベルの部分を変えていって、えー、といきます。では実際にやっていきます。えー、まず、えーと、Y タイトルとより Y サブタイトルをこれで変えます。 次に、えー、とこっち側のラベルを、えー、と by とか bz とかのコンポーネントごとの名前を付けていきます。そして、えー、tplot を行うとこのように、えー、ラベルが変わっていることが確認できるかと思います。